ゃあガラスもおっと。いいよいしょよいしょ。サンクトガーレンブラウンポーターですって。ポーターって黒ビールだけどブラウンポーターだ。猫にゃんにゃんにゃん。はい、素晴らしい香り。猫が騒がしい。おー、ほんとだ、ブラウンだね。濃いめブラウンだね。はい、改めましてお疲れ様です。乾杯。はい、カラメル香美味しい。見た目ほどフルボディな感じしないし、ボディも重たくないし、苦味はあるね。苦味はあるけど、そのホップの苦味じゃなくて、こうローストしたコーヒーみたいな苦さ。うん、嫌いじゃない。っていうかむしろ好き。ちょっとこれと肉合わせるのはどうかと思うけど。この前泡酒っていう日本酒の、発泡した日本酒のいろんな条件をクリアした、本当にシャンパンの代わりみたいな感じなポジションのお酒のイベントの司会をさせてもらったんですけど、今度ちょっと泡酒ね、このチャンネルで紹介したいね。泡酒っていうのを紹介して、もう海外にね、それこそ一杯目の乾杯のお酒としても最高にいいし、もうすごく美味しい、もうそもそもが本当に美味しい日本酒だし、それがこう発泡炭酸が入るっていうか、まあ自然の炭酸なんだけど、炭酸の酒になることですごく香りも豊かになって、食べ物とも合うし、そのイベントにね、ソムリエの田崎さんがペアリングをね、それぞれの種類の泡酒と合うおつまみっていうのを紹介してくださったりしたんだけど、テイスティングのコメント素晴らしすぎて、まず見た目をこうこうやって見てね、真逆の色してるからなんだけど、泡酒って認められるにはそのほんと極めてクリアじゃないといけないらしいんですけど、見た目はプラチナのような色とかクリスタルを思わせる色っていう風に表現してて、なるほど、ただ透明っていうんじゃなくて水晶とかクリスタルっていうんだなとか、そこにちょっと緑が入ってたり黄色みが入ってたりっていうのがあると、なんかプラチナ、ちょっと黄金が入ってるとプラチナっぽくなってんだなとかね、プラチナって言うんだなとかね、すごくそのね、言葉で表現することに対して勉強になったなぁ。はぁ、すごかった。あれはすごかった。あれをね、生で聞けたのは素晴らしかったね。いや、目の前で田崎真也さんのテイスティングコメントが聞けるってめちゃめちゃ貴重な機会でしたね。しかもね、なんか本当に貴重な機会でしたって言ったらもうね、もう本当にこうなんていうか、普段からね、物腰柔らかくこう気さくにお話ししてくださる方で、もう今度泡酒で乾杯しましょう、何か特別な日に。そうだよ、姉からまた袋届いてたんじゃん。開封の儀しちゃう？だ、冬バージョン。ついにサンローランの袋になりました。しかもめちゃめちゃ大きい。開封の儀ありますか？はい、行くぞ。その前にちょっとだけつまみを食べよう。
開封の儀いきます。お、カーディガン。おー、ご無袖。あ、ちょっとご無袖でウエストがキュッてしてるカーディガン。これはあの、あったかい日に着られるね。今週末だったり。これはなんかスカーフみたいだな。何これ、スカート、スカートでした。スカーフみたいなスカートでした。これは何、ベルト、この、あ、これさっきのスカートのベルトだ。これもスカートか。白黒、薄手だな。スカートと思ったらスリットここまで入ってるわ。セクシーだな。これは？あ、これもスカートだ。あら、なんか可愛らしいじゃない、グリーンの小花柄。春夏だな。春夏だな。可愛いけどな。今ギリいけるかな、秋。ブーツとか合わせればいけるか。次。あ、これいいじゃん。セーター。裏はチェック。貧乏ちゃまスタイルね。前と後ろ違うやつ。これ明日着られんじゃない？明日寒いんでしょ？明日着るに暑いか。これは今年の冬ヘビーローテ。これ絶対あれだな。冬のバラエティのちょっとしたロケで着るやつ。これは近々着る。これはワンピース。これ夏だな。お、めちゃめちゃむ、あ、しかも特価だ。え、めちゃめちゃ胸元開いてるし。これどこで着るんですか？丈短いし。え、丈短くない？これ夏にどっか南国行った時に夜ディナーできたい。妄想ばっかり。次。お、ニットだ。黒ニットは重宝するやつですよ。ディーゼル。これはマジで明日着る。このニットだけどウールじゃないやつ。こういうブラックのシンプルなニットが一番役立つやつじゃん。なんでこれも姉着ないんだ。イエーイ。姉んちの匂いがする。よし、次。これは？これはまたニットか？お、これは長めなワンピなのか？ワンピなのか？ワンピのなんか胸ボタンついてるね。これまた、あ、これ意外と丈は膝下だ。半袖だ。めっちゃ薄手だ。来年の夏だな。でもいいね、色が胸の割にシンプル。お、ジーパン来た。お、シンプルですな。これ履くとどんな感じかな。裾は細め。今私が履いてる5本ぐらいのジーパン全部姉からもらったやつ。おお、いいね。これは、うん、明日着られるやつだ。明日もこれと黒のニットのコーデでいいじゃん。よし、次。お、これパン、これもパンツだ。お、いいじゃん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 。これギリ今着られんじゃない？ちょっと薄いか。薄手だけど、不思議なこと上半分は裏地ついてるから、いや、合わせやすいし、全然このパンツ1枚でちょっと明るい感じになるからいいわと思ったらセットアップだった。セットアップか。おお、待って待って、これ何？シャツか。シャツとパンツをセットアップ。へー、こんなんすぐ着る。これ明日着られる。でも明日にはちょっと寒いか。いいじゃん、上から羽織る感じでもいいじゃん。これなんだ、すぐ着られる。これ最後か。お、最後。あ、最後の超かわいい。オリボンニット。こんなんすぐ着られるじゃん。あ、でも若干確かに台毛玉ができてる。台毛玉ができてるので、これは毛玉取りでシャーッと取ってあげる。シャーッとね。超かわいいじゃん、オリボンがついた。こんなんパンツでもスカートでもいけるし。今回もザクザクです。
これを入れるスペースをまた私は断捨離しなきゃだね。髪切ったから今日ちょっと、ね、これまあこんなにこれ私服ですけど、これに上にちょっと抜き襟なジャケットを着てたんですけど、あとねめっちゃでかいピアスつけたんですよ。すごい合ってた。これからの時期タートルネックとか着ても短い髪だとなんか合わせやすいし、ね、服のバリエーションとか服のイメージっていうのが本当に髪短くして変わって気分良くなりましたね。しばらくはちょっとロングヘア戻れないか、ロングヘア派の人には申し訳ないですか。私はこの短い髪が大変気に入ってます。今日もメイク中爆睡したな。いいね、忙しいのありがたい。もう2本があっという間だし、洗面所の身もどこまで許されるか。もうすぐちょっとお部屋がいろいろ変わる秘密のプランが進んでるんで、またちょっと違った大島ゆかりに乾杯のチャンネルが始まるんじゃないかなと思います。期待しすぎでもそれぐらいにはちょっと期待してる企画です。やばい、飲み終わっちゃう。はあ、お疲れ様でした。これからも YouTube で夜飯しか見せていかないんで、よろしくお願いします。おやすみなさい。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。